私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。アニソン歌手水木一郎さん急死、死因は事務所が発表。病気公表から半年も経たないうちに亡くなってしまったのは残念でなりません。ステージ4の肺がんと戦いながら、テレビやコンサートに出演し続け、水木一郎さんの方は所属事務所、イエローバードが公式サイトなどで伝え、弊社所属の歌手水木一郎が令和4年12月6日午後6時50分肺がんのため永眠いたしました。ここに皆様からの生前のご厚誼に深謝し、心から哀悼の意を表しますとともに、謹んでご報告申し上げます。と、死因が肺がんであることも公表しています。水木一郎さんは昨年4月に声帯不全麻痺の症状が見られ、その後の精密検査で肺がんが見つかり、すでにリンパ節や脳にも転移していたことで、ステージ4、と診断されていました。マジンガー Z の主題歌など数多くのアニメソングを担当し、アニメソング界の帝王、と呼ばれ、兄貴の愛称でも親しまれていた歌手水木一郎さん、本来イコール早川俊夫が6日に急死していたことが分かりました。74歳でした。事務所は、脳転移リンパ節、転移髄膜破腫を伴う厳しい病状ではありましたが、生涯現役を目標に治療とリハビリに励み活動を続けてきました。思うようなパフォーマンスができなくなっても、その強い意志は変わらず、最後のステージとなった11月27日のライブでも満面の笑みを浮かべておりました。これまで支えてくださった皆様に厚くお礼申し上げます。放射線治療や薬物療法で病変が落ち着いたものの、今年6月に新たな肺がんが見つかったことで手術を受けました。その後も入退院を繰り返しながら活動を続けてきたものの、6日に救急搬送先の病院で息を引き取ったとのことです。としています。水木一郎さんの通夜葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行われ、遺族と相談の上で後日お別れ会を行う予定とのことです。そして、水木一郎さんの突然の訃報を受けてネット上では、嘘だよな兄貴。マジかよ74なんてまだ若いじゃねえか。急すぎるな少し前までテレビ出てたのに。兄貴もついに行ってしまったか寂しくなるな。マジで今年は大物行き過ぎやろ。公表してからむちゃくちゃステージに出てたのは覚悟して宝なんだろうな生涯現役を見事。世代違うけど元気もらえる人だった。お疲れ様でした。残念だご冥福をお祈りいたします。公表した時点で余命を宣告されていたのだろうか無念などの声が上がっています。水木一郎さんは今年7月に肺がんのステージ4を公表し、5年生存率は 5% 前後とされていますが、自身のツイッター上では、これからも生涯現役目指しますので、応援よろしくお願いします。頑張るぜっと、と宣言していました。実際に病気を公表後も精力的に活動し、テレビ番組や全国各地で開催のコンサートに出演しており、バイキングショー峠礼二さんがマックを務めるバラエティ番組、謎解き先進ガリベンガー V、テレビ朝日系土曜18時30分のナレーションも引き続き担当していました。11月に入ってからも森口博子さんマックの音楽番組、アニサンデイズ、BS11 に出演し、車椅子に座りながらも歌声を披露しており、インスタグラムは11月22日まで更新していました。少し前まで SNS の更新も続け、自撮り、写真を投稿するなどしていただけに、突然の訃報には驚きましたし、病気に打ち勝ってまた元気な姿を見せてくれることを願っていただけに、病気公表から半年も経たないうちに亡くなってしまったのは残念でなりません。水木一郎さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。